皆さんこんにちは、たくやでございます。いかがお過ごしでしょうか。今回のね動画なんですけれども、料理動画でございます。はい、こうね、料理動画なんだけれども、なぜかパソコンの前にいるっていうことはですね、はい、普通に料理する気はないっていうですね、そういった感じなんですけど、はい。でね、まあね、今日の料理動画なんですが、まあ、なんといってもですね、普通にね、オーブンで焼くだけでございます。というのもですね、まあ、昨日なんですけれども、コストコに行ったわけでございますよ。私の大好きなコストコ。でね、まあね、こうなんかね、美味しそうなものないかなとかってね、こうね、ショッピングカートを押しながらですね、こう店内をね、うろちょろしてたんですね。そしたらね、ちょっとやばいことに、こんなものに出会いました。それがね、こちらなんですよ。じゃーん。はい。ピッグウィングとかっていうね、まあ、こう書いてあるやつがあるわけでございますよ。でね、これね、まあ、ピッグウィングオリジナルってやつなんですよ。ちょっとこの辺写真出しておきますね。でね、これをですね、まあ、見た瞬間にですね、なんだピッグウィングっていうなったんですね。でね、これなんですけども、いわゆるですね、骨付きのね、お肉でございますね。僕の大好きな骨付き肉。なんかさ、こう、普通にね、お肉を食べるだけじゃなくって、なんかこう、骨付き肉っていうとさ、なんかそこにですね、なんか一つのロマンが生まれるみたいな。はい。なんかそんな感じなんですよね。でね、まあね、これなんですけども、まあ、今回ですね、フリークックドボーンインシーズンドポークシャンクっていうふうに書いてあるんですけど、でね、まあね、このね、ポークシャンクって一体何かっていうと、もうね、豚の足のすねの部分だからね、多分ね、これなんですけど、あのね、豚のね、すね肉、これをね、まあね、こう、なんていうんでしょうかね、特殊加工してあるみたいなんですね。そういったものなわけでございますね。はい。今日これ作って食べるよってだけなんでございます。だからね、もう料理でも何でもない、もうすでにね、料理されたものを温めて食べるだけみたいなね。はい、そんな感じのですね、超手抜き料理です。はい。はい。でね、まあね、これね、ちょっと裏面をですね、見てみるとですね、まあいろいろね、まあね、調理方法が書かれてるんですが、まあね、いわゆるバーベキュー用のグリルで、まあ、調理したりですとか、あとはですね、コンベンショナルオアコンベンションオーブンは、いわゆるですね、こう、家に普通にあるオーブンでございますね。はい。あとはディープフライヤー、こう、油で揚げても OK とかね。あとはエアーフライヤーでも OK とかね。あとはスモーカー、燻製マシンでもね、これが作れてしまうというですね、なかなかね、便利なものでございますね。はい。こういったね、ものはですね、まあね、ちょっと朝時間ない時とか、夜ね、ちょっとね、作るのしんどいという時にですね、ちょっとオーブンで温めて食べられるっていうですね。まあ、いわゆるインスタント食品でございます。はい。超手抜きで、これなんですけど、多分ね、ちょっとね、なんか気になると思うんで、まあ、ちょっとね、これ開けてみましょうかね。はい、早速。はい。骨付き肉ですよ、骨付き肉。よいしょ。これね、ぽい。はい。ちょっと待ってね。今開けますよ。ちょっと開けますよ、これ。はい。じゃーん。ん？何これ？なんかね、ちょっと怪しいですよ、これ。怪しいとかって言ってるんですよ。中ね、こんな感じ。はい、見えます？でね、これさ、ね、写真をね、ちょっと、ね、よくご覧いただきたいんですけども、この写真に比べて、はい、このね、実際の中身、これちょっと一個ね、ちょっと出してみるんですけど、はい、こんな感じです。よくわかんないね、これね。はい。まあ、それじゃあね、まあ、早速なんですけども、まあ、ちょっとキッチンの方に移動してね、これをですね、まあね、実際にですね、ちょっとオーブンで温めて食べてみたいと思います。それじゃあね、早速調理開始といきましょう。はい、というわけでキッチンにやってまいりました。なんかね、ようやくね、ここに来るとですね、あ、料理動画だなーみたいなね、ちょっとそういった感じがするわけでございますね。はい、でね、まあ、あらかじめなんですけれども、オーブンをですね、カシで375度に、もう予熱してありますので、まあ、早速なんですけども、はい、このね、ピッグウィング、はい、こちらをですね、ちょっと出していきましょうかね。いやー、なんかね、写真とですね、このね、中身がね、若干違うんじゃないかみたいなね、そういった感じはするんですけど、はい。まあ、それはね、よくあることでございます。ひょっとしたらさ、焼いたら変わるかもしれないですからね。はい、じゃあね、ちょっと早速なんですけど、これね、はい、ちょっとね、これ出していきましょうかね、これ。はい、こんなんですよ。はい、肉の塊でございます。はい。はい、何個くらい食べようかね、これね。で、一応ですね、もうね、すでに味付けもされてるので、だからね、まあ、特にですね、何か追加で味付けする必要ないんですけど、これどうしよう、3つにしといた方がいいかな、なんか食べてみてさ、なんかあんまり美味しくないみたいなね、なんかね、そういったね、気がしないでもないんですよね。だからね、まあ、僕がね、自分で作るんだったら、まあ、自分で味が分かってるんですけど、こういったね、はい、冷凍食品っていうのはね、本当にね、味が分からない。だからね、こうね、初めて買うやつなんかは、まあ、特にですね、これね、冒険なわけでございますよ。はい。
血湧き肉踊る冒険料理みたいなね血湧き肉踊るんかいみたいなね、そういった感じなんですけど、まあ確かにですね、天空の城ラピュタのですね最初のキャッチフレーズは、はい、血湧き肉踊る漫画映画でございましたんでね、はいまあそういったねこともね、まあちょっと思い出しながらですね、とりあえずねこのね、はい、プレートにですねこのねピッグウィング、はい、並べております。はい、とりあえず今回はそうですね、今4つぐらいにしときましょうかね。とりあえず4つ、って待って待って、これ何個入ってるんだろう。1,2,3,4,5,6,7,8、 あ、これね全部でね15個ぐらい入ってるような感じでございますね。だからね、まあとりあえず最初なんでこの4つ、この4つでね、ちょっとねとりあえずね、はい、調理していきたいなっていうふうに思います。それではね、そろそろね、オーブンも温まったと思うので、このね、はい、ピッグウィングス、はい、ようやくオーブンの中に投入して調理開始といきたいと思います。はいこれ調理って言えるのか、普通にオーブンの中に放り込むだけじゃんみたいなね、そういった感じなんですけど、まあたまにはですね、こういった手抜き料理もいいかなっていう感じでございますね。はいいいのかこの動画こんなんでみたいなね、そんな感じなんですけど、でとりあえずね、はい、これ何、焼き時間、はい、とりあえず12分から16分で、はい、とりあえずねこんがり焼けるまでね焼いてくださいっていうことでございます。でこれね、あの食べる前に 2,3 分置くといいですよっていうに書いてあるんで、まあそのようにね一応やってみたいと思います。じゃあね今回ね、はい、16分で焼いて、で食べる前に、はい、2,3 分置くっていうですね、そういった感じでやりたいと思います。それでは早速、はい、オーブンに投入でございます。はい、というわけで完成いたしましたピッグウィングスでございます。できたよ、オーブンで焼くだけみたいな感じなんですけど、でねちょっとねまずね香りからですね、ちょっとね軽くね嗅いでみたいなっていうふうに思うんですけども、なんかね、なんだろう、うん、小麦粉のね匂いはするんですけども、結構ねなんていうの、スパイスなんかね、これね結構シーズンドっていうふうに書いてあったんで、いろんなスパイスが入ってるかと思うんですが、でもね、うん、香りはねやっぱねほとんどしないですね。なんかね小麦粉の香りっぽいみたいな感じですね。はいまあね一応ねとりあえずですね、はい、ダイエットペプシを用意したんで、ちょっとね軽く飲んでからですね、実際にですねちょっと試食といってみたいと思います。はい、では皆さん、ピッグウィングスに乾杯。はいあー美味しい、やっぱダイエットペプシ最高だねではね、ちょっと早速なんですけども、一つねちょっと食べてみましょうかね。はい、でね、なんかねちょっと僕怖いんですけど、すっごい怖いんですけど、なんかね熱くないんですよなんかまださ、これさ冷たいんじゃないみたいなね、ちょっとそんな感じがするんですけど、味も気になるしね、なんかやっぱりすっごいドキドキなんですけどこれじゃあね、ちょっと1個、とりあえず食べてみましょう。はい、じゃあいただきます。うん、味は悪くないな、味は悪くない、ちょっと待って、なんとなくねちょっと分かったかもしんない。うん、なんかねそんなにねこうねスパイスがきついっていうよりも、なんかねこうね豚肉のそのままの旨味をなんかね味わってくださいみたいな、なんかそんな感じですね。でね一応ね周りにですね、まあ、小麦粉でね衣みたいなのがついてるんですけど、はっきり言ってねちょっとねまだね冷たいこれね、あのいわゆる説明書通りに375度で、あのね、16分、全然足らないね。ちょっとこれね、全然足らない。だって冷たいもん。だって、普通にガブって食べられちゃうもんね、これ。これね、ダメ。
ちょっとね、もう一度ね、オーブンに入れ直して、もうちょっとね、もうなんだろう、これもう20分ぐらい。ちょっとね、はい、焼き直します。はい。はい、というわけでね、まあ、あれからなんですけども、温度を上げたオーブンでね、もう10分、はい、このね、焼いてきましたよ。なんかね、うん、ようやくなんですけども、なんかちゃんとね、あ、あったかいなっていうですね、温度を感じるようになりましたね。はい。いや、やっぱりね、あの、インストラクション通り、説明書通りにですね、やったらね、やっぱダメだね。はい。それじゃあね、ちょっと改めてなんですけども、まあ、しっかりとね、ちょっとね、こちらね、味わっていきたいなっていうふうに思います。じゃあね、もう一度ね、はい、ダイエットペプシで、はい。焼き直したピッグウィングスに乾杯。はい。焼き直したっていうのがちょっとポイントなんですけど、はい。うん。ああ、美味しい。うん。はい。というわけでね、じゃあね、早速なんですけども、ちょっとね、はい、焼き上げたですね、はい、ピッグウィングス食べてみましょうかね。はい。じゃあ行きますよ。じゃあ改めて、いただきまーす。うん。うん。熱々。うん。うん。あ、うん、さっきよりはるかにね、味が上がった。はい。いや、やっぱりね、こういったね、オーブンで焼くようなやつはね、熱々じゃないと美味しくないですよね。はい、うん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 。これだったらね、ちゃんとね、味が評価できる。うん。いやー、やっぱりこんがりと焼き上げないとダメだね。うん。うん。味なんですけど、あのね、意外といける。で、結構ね、なんて言うんだろう、その、なんか濃い、なんかスパイスをいっぱいつけてるわけじゃなくって、なんかね、軽い塩味みたいな感じなんですよ。で、軽い塩味で、で、なんかこのね、この豚肉の、この旨味をですね、まあ、存分に味わっていただけるような、まあ、そういったですね、作りになってますね。うん。で、アメリカよくあるあるで、これさ、結構さ、何にしても味が濃いとかってさ、あるじゃないですか。で、これに関してはね、それがほとんどないんですよ。だからね、この豚肉に、このちょっと軽く塩を振ったような、だからね、そういったね、こうさっぱりとした感覚がありますね、これね。うん。あ、美味しい。うん。ほら、だってさ、こうやってね、かじった時にさ、ちゃんと湯気が上がるんですよ、ふわーって。はい。うん、美味しい美味しい。うん、これだったら全然いける。うん、いや、ひょっとしたらさ、僕ちょっと作り方間違えたかもしんない。ひょっとしたらこれね、あのね、解凍した時のそのね、そのやり方と、あとはそのね、冷凍のまんまのやり方っていうのがあったんですけど、確かね、その冷凍した時のそのやり方っていうのは、あのね、フォローなんとか、あのフォローなんとかって書いてあったんで、だからこのなんていうのかな、こう冷凍をしてない、いわゆる解凍した状態のそのやり方プラスで、このね、もう16分やってくださいとかね、多分そういった感じだったかもしんない。そりゃそうだよね。だってさっきのさ、普通にね、こう冷凍したまんまさ、オーブンにガーンって入れてさ、ね、16分しかやんなかったらさ、めっちゃ冷たいんだもん。これは食べても美味しくないよねってなっちゃうよね。うん、あ、うん、うん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 、これね、うん、美味しい。うん、あ、なんか変にね、いっぱいシーズニングかけて、なんかね、味が分からなくなるよりも、このね、豚肉の旨味をそのまま引き出した、うん、これこそね、やっぱ料理だね。はい。あれだよ、あの、美味しんぼに出てきたさ、貝原雄山がさ、いつも言ってたんですけど、料理というのは素材の旨味を引き出すのが料理だみたいな感じで言ってたんで、はい。うん、だからね、これはある意味、本当にね、軽く塩を振ってね、多分ね、他にもシーズニングがあるんですけど、それがね、なんだろう、この豚肉の旨味、これをですね、まあね、こう楽しませてくれるね、そういったね、こうシンプルな味付けになってますね、これね。うん。うん。美味しい。うん、美味しい美味しい。うん、いけるいける。うん。
はい、というわけでね、まあ、今回の動画なんですけれども、コストコで買ってきたピッグウィングス、こちらを食べてみたというですね、食品レビュー動画でございました。はい、まあなかなか美味しかったぞみたいなね、そういった感じなんですけれども、はい、というわけでね、まあ、今回の動画なんですが、もしよかったらね、ぜひ高評価、またね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。